どん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 脂肪が増えてるんですね。本日はですね、タイで太ももの脂肪吸引をしたんですけども、満足されずに僕のところに来ていただいたお客様のご紹介をしたいと思います。で、今回の方は35歳女性ですね。身長170センチで体重が69キロの方の太ももの脂肪吸引なんですけども、以前他のクリニックで太ももとお尻と膝の脂肪吸引をしたんですけども、取り残しがあるということでご来院されました。で、そこのクリニックでは再手術っていうのがあるらしいんですけども、再手術をしたいっていうふうにドクターの方に行ったら、もうこれ以上脂肪を取ることができないっていうふうに言われたらしくて、それでもちょっと納得されずに僕のところに来ていただきました。特に満足がいかない部分っていうのは膝のあたりなんですね。ちょっとこのあたりなんですけども、ちょっとここ見ていただきたくて、わかりますかね、ここからちょっと細くなって、ここちょっと太くなってるのわかりますかね。ここからあの綺麗なカーブ、こういうふうになってるんだけども、ちょっとここが太くなってる。こっち結構つかめますよね、ここ。やっぱりここがあの普通のレーザー脂肪吸引だと、やっぱ取り残しが多い方が本当に多いんですね。で、それは何でかっていうと、普通の脂肪吸引っていうのはやっぱこういう風にするから、ここはやっぱどうしても当たっちゃうから、ここの部分の脂肪っていうのはちょっとどうしても取ることができないんですね、満足に。なんですけど、このアキレスの転換っていうのは、この振動させることによって、こういう動きがなくこことか取ることができるんですね。なのでアキレスの転換じゃないと、ここの部分っていうのは結構満足にやっぱ仕上げることができなかったりするので、膝の上のところですね、こういったところまでしっかりと仕上げたい方っていうのは、最初からアキレス腱の脂肪吸引とか、レーザー併用のアキレス腱の脂肪吸引とかをやっておくと、やっぱり満足のいる結果が得られるのかなっていうふうに思いますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。実際にアキレス腱の変化を使って脂肪吸引をしているその姿、その風景を見ていただければ、今実際にアキレス腱の変化が素晴らしいってことがわかりますので、ちょっとあの今からご紹介したいと思います。ここが脂肪があるところですね。遠くに当てることによって、ちょっとこういうふうに動かすだけでもすごい脂肪が増えてます。上がりますかね。こうやってどん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 脂肪が増えてるんですね。これはこういうふうに中で勝手にこうやって振動してくれるから、ここのところがしっかりしているっていう、そういった原理かと思います。太ももと一緒にふくらはぎの脂肪吸引もちょっと一緒にやってるんですけども、今ちょっとこれ見ていただくと分かるんですけども、先ほど裏側が終わりまして、裏側で 1300cc 取れております。以前タインで行った太ももの脂肪吸引はレーザー脂肪吸引なんですけども、レーザー脂肪吸引だけですと満足がいかない部分がどうしても出てきてしまうんですね。ちょっとその満足がいかない部分っていうのをちょっと今日ご紹介したいと思います。するんだったら、この膝のところっていうのもやっぱり形を作る上でとても大切だと思うので、そこですね、本当にしっかり吸った方がやっぱり仕上がりもいいと思いますし、まあ、再手術しなくてもいいんだったら、このしっかりと取れるアキレス腱の瞬間を使った手術がやっぱ一番効果は高いのかなって思いますね。
こうそうですね、こう先ほどあの全然なんていうのかな、脂肪がこんな感じでつまめたんですけど、今もうだいぶつまめなくなってきてるの分かると思います。膝周りですね、本当にここがやっぱ本当にベーザー脂肪筋だとやっぱり取り残しが多くて、よくベーザー脂肪筋やったけどもあんまり満足いかなかったって相談が本当にここの部分が多いんですね。なのでしっかりと満足に結果もいっぱい出すためには、やっぱりベーザー併用のアピール脂肪筋とかアピール脂肪筋の方が満足度が深いと思いますので、ドクターライブとかクリニックライブのぜひ参考にしていただければいいのかなと思います。今回は全体の手術風景というよりは体の修正ですね、どのようなポイントを意識して普段僕が脂肪筋をしているかとか、そういうところをちょっとお伝えしてました。なので本当にレーザー脂肪筋とかアピール脂肪筋とかいろんな種類の脂肪筋の方法はあるんですけども、どういった機械がどれぐらいしているかとか、そういうところでも踏まえてぜひクリニック選びとかドクター選びとかしていただくと間違いはないのかなと思いますので、ちょっとこのアピール脂肪筋の素晴らしさっていうのをちょっとぜひ参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグリーンボタンを押して応援をお願いいたします。もし何か質問とか分からないことがありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。